戸田市は、埼玉県の南東部に位置する市、荒川を境に、東京都と接する。北を、埼玉市南区、東を、蕨市と、川口市にそれぞれ地続きで接し、西の浅霞市とはこうし、南の東京都板橋区と、北区へは、荒川を隔てて接する。地域は、おおむね平坦な定地である。埼玉市南区の西部と、 戸田市はかつて同じサザ木号に属していて、市街地は連続している。1959年には、戸田市の一部地域が浦和市に編入され、現在でも同じ最強線沿線であることから、埼玉市は最も結びつきの強い地区となっている。東市内を荒川、笹目川、勝負川、緑川、荒川左岸排水路、上戸田川、文蔵川が流れる。 括弧内は行政区を示す江戸時代にはお高場として栄え、荒川の戸田の渡しは全国的にも有名である。平成の大合併の際は川口市との合併が検討されたが、生活圏が異なり、人口の増加を勘案すると単独で20万人に到達することも可能であることから、当分単独市のままでいることが決まった。 かつて、浦和市との合併構想もあり、市北部の一部が浦和市に編入している。わらび戸田衛生センターイオンモール北、戸田明治戸田工場東京特別区に隣接しているため、印刷、倉庫、運輸関係の会社が多い。戸田市では、一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。 東京特別区に接していることもあり、地域のほぼ全体が市街地である。主に一般住宅やマンション、商店が立ち並ぶほか、工場や物流センターなども多い。蒸気以外にも町会名や公園名に多く、旧町名や旧児名がある。公共施設自然、公園スポーツ施設、マスメディアその他わらび郵便局が、戸田市の集配を担当している。蕨市にある、 わらび警察署の管轄となっている。保育園、幼稚園すべて私立。小学校、中学校、高等学校本記事では、最強線を、同線の正式名称である、東北本線と記載する。ただし一般利用者の方にも考慮し、東北本線と併記する。東日本旅客鉄道東北本線が、南東から北部へ斜めに貫いている。 また同線だけでなく、京浜東北線、武蔵野線、都営地下鉄三田線、東武東上本線が、住宅地域によっては、利用可能で、下戸田地区では、京浜東北線の西川口駅及び、川口駅、美女木地区からは、武蔵野線西浦和駅や武蔵浦和駅、笹目地区からは、東京都と埼玉県の県境の笹目橋を渡り、板橋区内の都営地下鉄、 三田線に下鹿島平駅や東武東上本線、成増駅の利用も可能である。主要道路は、東部を国道17号、西部を国道17号新大宮バイパスがそれぞれ縦断、北部を国道298号が横断する。荒川を隔てた東京と板橋区へは国道17号が、双方ともに、和光市へは国道298号が通じている。 朝霞市に直接通じる陸路はない。戸田駅、西口 JTB 時刻表では、戸田公園駅が中心駅として記載されている。また、東北新幹線が道市を通過しているが、道市内に駅は存在しない。戸田市、コミュニティバス、徒古木、沢循環、川岸循環タクシーの営業区域は、県南中央交通圏で、川口市、埼玉市、 コウノス市アゲオシなどと同じエリアとなっている。国内でも珍しい信号機、交差点のある高速、ビジョギジャンクション太地は、民間事業者が、命名権を買収し、名付けた、道路愛称。命名権料は10年契約で、1キロメートルあたり790万円。民間事業者に、道路命名権を与えた例は、埼玉県内では、北本市に続き2例目。 戸田市では、現在以下のような事業を推進している。東京側から見た戸田橋幸い魂をお話、ありがとうございます。